こんにちは、速稼塾の久保です。介護業界を何回かに分けていろんな角度で切り込んでみました。今日はですね、介護職員って結婚しにくいんですか、どうでしょうか、介護の業界ってのは待遇が上がらないんでしょうか、給料は本当に安いんでしょうか、こういったことをねまとめとしまして、最終的には介護職員に、なる3つのメリットをね、納得感とともにお届けたいと思いますので、よろしくお願いします。私もね、介護職員13年やってまして、こういうところに目を向けてるから、転職だなと思ったわけなんですよ。それは現場のやりがいとかなんとかではなくって、自分の力で職位を上げていける、自分の手でマーケットを開いていける、そのね、柔軟性があるってことなんですよ。ただしこれにはやっぱり目をつけるところをね、変えていかないといけないんですよね。私の場合はたまたま、経営者になりたいという希望がありましたので、介護職員になってもですね、いつかは事業所の所長とかサービス提供責任者とか、なんだったら自分で会社を立ち上げてそこで介護事業するみたいなことも考えていたんで、こういう視点になりました。もっともっとね、介護職員さんの待遇って向上できるんですよ。でもそれは誰かがやらなければなりません。誰がやるのかというと、当事者なんですよ。今私は当事者でありませんから、いろんなことを言うだけです。実際に何かをやる権限も意欲もありません。でも毎日介護の業界に出勤されている方は、もっと改善がされれば、もっと待遇が良くなれば、もっと利用者さんのためになれればというふうに常にね、高い意識を持って業務に関わってると思うんですよ。ですんで、どうやったらそれが実現するのかをやっぱりしっかり考えていかないといけないのかなと思うんですね。今日は私の一方的な考えですけども、お聞きいただければ幸いです。それでは画面を切り替えて説明していきます。こちらです。はい、介護職員はね、結婚しにくいって本当ですか、とその真実に迫ってみようかと思います。まずね、4人に1人が半年程度で介護業界を離職してるってことは、肌感覚で皆さんもご存知だと思いますけども、これはなんでかっていうと、働き先が見つけやすいっていうのがね、背景にあると言われています。つまり介護職員辞めたら行くところがないって状態だとずっといるかもしれませんけども、結構介護職って引っ張りだこなんですよ。こっちの事業所を辞めても向こうの事業所で募集してる、そっちの事業所がダメでもまたさらに新しくできた事業所で募集してるってことで、常に介護職員さんって求められてるんですよね。厚生労働省が公開している医療・介護分野における職業紹介事業に関するアンケート調査、これ2019年の12月のものですけども、こちらによるとですね、介護職員が6ヶ月以内に離職した数は、民間職業紹介事業所を経由して就職したケースだと 38.5%、 4割近くですね。で、民間職業紹介事業所以外を経由して就職したケースだと 25.6%、 といずれも高い水準なんですよね。お調べてみると、どういう紹介でその事業所に就業することになったにしても、半年以内に4人に1人が辞めちゃうってことなんですよね。となるとですね、事業所としては例えば20人採用すると5人辞めちゃうんで、結構痛いんですよね。離職ってそんなに簡単にできるものではないっていうのが他業種なんですよ。介護だけは辞めやすくて就職しやすいんですよね。いい言い方すれば流動性が高いんですよ。でも残念ながら、同じ職場にいることによって職位を高める信頼関係を作るってところもありますから、転職を繰り返しちゃう人になかなかね、待遇が良くなったりとか、例えば同じ職場で恋愛や結婚に発展するってことにはなんないんですよね。やっぱりね、ずっといるからこそお互いに認め合って安心感もあるのかなと思うんですけどね。はい、じゃあ次ですね、男性女性に分けていきます。男性の介護職に多い離職の理由なんですけども、トップは将来の見込みが立たないからということですよね。なんとも無責任な話だと思いますよ。将来の見込みは誰かが立ててくれるんではなくて、自分で立てるものですからね。だからこのままじゃ将来の見込みが悪いなと思ったら、じゃああなたはどうするんですかってことなんですよ。辞めてしまうって選択は別に明日でもできるわけですよ。今日やることを考えていかなくちゃいけませんよね。じゃあちょっと読んでみましょうか。公共財団法人介護労働安定センターの令和元年度介護労働実態調査の結果と特徴、介護労働の現状について長いですね、によると、介護関係の仕事を辞めた男性の理由の第1位は、自分の将来の見込みが立たなかったためとしたのが3割ぐらい、
続いて職場の人間関係に問題、法人や施設、事業所の理念や運営のあり方に不満があったというね、いわゆるこの二つは泣き言ですね。職場の人間関係に問題があったっていうのは前回も言いましたけども、あなたが個人的にみんなと仲良くなれればいい話なんですよ。ね。だから自分でいろんな人とコミュニケーションを取る能力が低いからといって、職場が人間関係が悪いから私も取り組みにくいんです、みたいなね。まあ、こんな精神だとね、将来の見込み立たないですよね。これじゃあこういうことを考えてるようじゃね、結婚生活は無理ですよね。恋人関係も無理ですよ。だって自分に原因があるって分かってないんだもん。で、次ですね。法人の施設や事業所の理念や運営のあり方に不満があったためって。だから、こう簡単に就職しちゃうと、結局、自分が働くべき職場の理念とか、運営のあり方なんて調べないでしょ。で、通常、就職活動ってこういうところに重点を置いて、あ、この会社だったら長いことやっていけるなと思うから面接に行くと思うんですけどね。この辺でも仕事の選び方の甘さが介護職員の特に男性にね、多く見られますね。いや、これはね、介護の業界だけですよ、こんなこと言ってんの。それは、ね、ちゃんと就職活動した方がいいなと思いますよ、こんなこと。入所してから言うことじゃないと思うんですけどね。はい、以上の理由から将来的に介護職としてキャリアを積むためにも、同じ職場に居続けることが得策ではないとの判断が伺えます。まあ、これについては、どうとも言いませんね。気に入らないからすぐに辞めて気に入るところを探していくっていう方法も、まあ、今風ではありますしね。石の上にも3年って感じで、気に入らない職場でもどうやったら自分に融合できるかなってことを日々の業務の一環として長い時間をかけて自分自身が職場に溶け込めるように工夫していくってこともあります。そういう場合は、まあ10年ぐらいやってみたらって話になるんですけどね。はい、次行きましょうか。女性ですね、今度はね。女性介護職の離職に多い理由ですけども、結婚、出産、妊娠、育児ってものがありますね。女性特有です。はい。女性はこういう等のために離職する。これが 24.8%。職場の人間関係に問題があったら 22%。法人や施設の運営のあり方に不満。男性と同じですね。もうどうしようもないですね、この2つは。で、第1番の離職理由として、男性と女性に大きな違いがあるってことがこれではっきりしました。男性は将来的にやっぱ不安だから。女性はどちらかというと将来をしっかりとね、現実として捕まえたからこそ、あ、結婚したいな、でも介護職にいる限り結婚の生活が維持できないかもしれないって思って辞めるとかね。あ、ちょっと妊娠しちゃった、だから辞めましょうか。まあそれはね、あり得ますね、これはね。出産とか育児も、これも女性なら仕方がないところだと思います。まあ半分ね、育児とかを男性が受けようってこともありますけども、だから男性はこの辺どう考えて女性の離職を自分の力で止めれるかなってことですよね。妊娠出産は男性できませんけども、育児は男性専属でもできますからね、別にね。育児は別に女性がするものだって決める必要はないかなと思います。ただ、子供の気持ちとしてはお母さんがいつもそばにいた方がいいですね。はい、ですね。で、ここで言えるのはね、結婚、妊娠、出産、育児、なんで女性の介護職員さんが辞めるのかっていう理由ですけど、これ実はね、これなんですよ。介護職特有の理由ではないんで、まあ言ってみれば、女性の退職理由につきましては、他の業界でもあることと同じ理由だというふうに言います。だから、男性だけなんですよ。辞めちゃうことに、どうもね、この将来性ってものを考えていて、しかもその将来性をこの介護という業界で構築することもなく、もうすでに出来上がった業界に行きたいなと思ってるってことでしょうね。はい。ところがですね、私の見方です、ここから。介護職は私将来性があると思ってるんですよ。だから今私40ですけども、今から介護業界に入っても50になる頃にはもうバラ色の未来を構築する。まあそういうふうにね、働いていくことができるなと明確に思いますね。例えばこういう理由です。高齢化社会が進んでるでしょ？要するに、お客様が増えるってことなんですよ。当然ですけども、売り上げは上がります。介護職は今後ますます必要とされる業種であることがわかるでしょう。そして、なんかね、将来性がないって思われていたり、給料とか待遇が改善されないって考えられてるのはなんでかなと思うんですよ。これも間違った思い込みですよ。だって、マーケットは広がっていく一方なんですよ。その反面職員さんが足りないわけでしょ。ってことは、売り上げは立つけども、それを分配する
雇用者は少ないわけですから、労働者は給料上がるに決まってるじゃないかと思うんですよ。で、将来性ってだからないですかね。これからね、利用者さんがどんどん減っていきますよとか、入所されるご高齢の方がいなくなりますよって言うんだったら将来性ないですけども、これからお客さん増える一方じゃないですか、利用者さんね。将来性むちゃくちゃあるんですけども、なんでそういうふうな、マイナスの考え方になっちゃうのかなと思いますよね。うん、まあ、40からビジネス始めて、まあ、お金を残せた私の立場から言いますと、介護職将来性がない仕事って考えてるのは全くの間違いだっていうふうに私は思いますね。私の立場から言うと、介護職が一番伸びしろがありますから、うん、なんか、IT とかより全然いいですよ。はい、これから需要が急増し続ける介護マーケットでは、ここまで50年間の、言ってみれば、旧世代の現場主義ではなく、成長業界、成長分野の現場主義を取り入れていかねばならないと思います。これ意味わかりますかね？現場主義っていうのは現場に居続けることじゃないんですよ。一刻も早く現場を離れて、現場で働いてる人の処遇改善を進めていくことが現場主義なんですよ。ね、現場で一従業員として働いていてね、どんな権限があるかっていうと、とてもじゃないけども、給料とか現場のルールを変える権限はないんですよね。だから現場のこと本当に思うんだったら、新しいね、現場主義を取り入れていった方がいいと思います。この新しい現場主義っていうのは、これから考えることになりますから、これがね、将来性を広げていくか、それとも将来性を潰していくかに非常に大きくかかっていると私は考えます。他にも将来性についてはこういうことがあります。介護職の収入は今後上がる見込みです。もちろん何もしてないところは上がりませんけども、例えば厚生労働省は介護職の処遇改善を図るために、介護職員処遇改善加算といった解決策を打ち出しています。加算されるわけですよ。給料が増えるというね。介護職員待遇改善加算というのは、介護福祉施設、事業所に対して支給されるもので、支給を得られるための認定要件が設定されます。この設定を全うして認定されたら、事業所に補助金なり、加算金なりが出ますんで、それを事業所は従業員さんに分配するということができます。もちろん、分配していない事業所もいますよ。で、分配する義務もありません。ここはちょっと含みを持たせておきましょうか。はい。で、その要件には、キャリアパス要件として、施設で働く介護職員のキャリアパスに向けた仕組みを作ることが必要としています。つまり、どうやったら従業員さんの働き方改革が実現するか、休日がちゃんと取れるか、残業がないような、それでいて給料の高い仕組みが作れるかっていうことを、経営者が作ることによって、そこを評価して、あ、待遇を処遇してくれたねと、改善してくれたね、おめでとうということで、事業者に対して、その仕組みを作ったことによって、従業員さんが安静早楽、安全で、早く、楽に、作業ができるかってことを実現したんで、ご褒美だよっていうふうに、事業所に出るわけですね。だからみんな良くなるでしょ、これ。次行きましょうか。で、介護職のキャリアアップっていうのがたくさんあるんですけども、このキャリアアップを一歩一歩進んでますかってことをちょっとね、介護職員さん考えてみるといいと思うんですよ。例えばね、ちょっと読んでみましょうか。介護職のキャリアアップとして最もよく知られているのがケアマネージャーです。ね。実際に介護の現場で経験を積み、在宅や施設のケアマネージャーとして活躍している人多いでしょう。ケアマネージャーとさらに経験を積み、主任ケアマネージャーとなる人います。つまりね、介護職に入るんだったら、ケアマネージャーが出発点なんですよ。とりあえずはケアマネージャーになってから、いろいろ始まります。ね。で、主任ケアマネージャーっていう道も開けてるわけですね。他にも様々あるよっていうことなんですよね。現場でのキャリアアップとしては、入所施設での介護主任やデイサービスの管理者など、管理職になる方法もあります。確かにこれもありますね。皆さんのシフト作成をしてみたりとかですね。勤務体系考えてみたりとか。あとはね、施設ごとのイベントとか営業とか総務とか、そういったことですよね。要するに組織を作っていく仕事が初めて仕事なんですよ。で、介護の世界っていうのは、多くの人が想像するのが車椅子をしたりね、お風呂に入れたりっていうね、そちらの方なんですよ。まあこれも大事なんですよ。すごく大事。でもこれはあくまでも現場仕事なんですよ。そうではなくて、その現場仕事を構築するための、裏方をやるのが本当の仕事なんですよ。ステップアップして目指すのはそこなんですよ。裏方をやることなんですよ。自分が前面に出て、介護をして、目の前の利用者さんにね、ありがとうねって言われる、まあその喜びが介護の、まあ醍醐味でもあるんですけども、それをね、早く、後進に譲っていかないといけないんですよ。自分が居座るんじゃなくて。
で、訪問介護であればサービス提供責任者になる道もあります。中にはこれまでの経験を生かし介護事業所を立ち上げる人もいるでしょう。はい。で、まとめていくと、現場の経験と構築した人脈を生かして40代あたりでケアマネ勤務、デイサービスの管理者とか介護事業所を立ち上げることでキャリアアップ、まあこれが始まるってことなんですよね。業界のステージアップにもそこからつながっていくということでございます。だからいつまでも現場にいては介護業界のためにならんってことなんですよ。まあ現場で人が足りないにしてもね、そこを工夫してやっていく。むしろ管理職になって現場の人が足りなくてもできるように勤務体系組んでいくとか、シフトを構築するとかね、まあ、利用者さんの組み合わせを作っていくっていうのが、こういう頭を使う仕事が求められてるんですけども、あんまりそれをやる人がいないっていうのが介護の業界ということなんですよね。はい。まあ、このようにね、ケアマネっていうのはいわば支店長ですけども、でこういった職位とか介護事業所の代表、つまり社長ですよね、こういうのになることで現場で働くスタッフの処遇改善を直接指揮したり、給与体系を改善する権限を持ったり、他の事業所との連携、これカルテルになりますけどね、そういうのを持ったり、団体交渉権ね、たくさんの人をまとめて、これを行使使っていくことによってロビー活動を通じて地方自治体や厚生労働省に交渉、いわゆる圧力をかけて支援を仰ぐこともできるんですよね。今はこれが全然ないでしょ。事業所の所長とか、それからね、介護事業所を立ち上げてそこの代表になるんだっていう人も少ない、ね、少ないし、なったところでじゃあ他の事業所とね、ちょっと連携してそこそこの人数、1000人単位とか1万人単位で嘆願していこうかっていうのはまず聞かないですよね。うん。で、これができるようになるとね、ロビー活動ができるようになると、よくほら、今回の感染症騒動でも医師会とか出てきてなんかね、記者会見とかやるでしょ。で、あのぐらいまで活動を広げればいいんですよ。ね、もうね、今回の感染症で施設には補助金が必要ですとかね、従業員は不安で働きにくくなってますってところで、あえて医師会がね、インタビューするみたいに、介護業界のなんかね、会長みたいなのを作ってね、そういう人が、ちょっと今は介護の現場ではすごく大変なことが起きてますと、ぜひご支援お願いしますとか言ったら、そういったところと連携したがる政治家さんとか権力者とか企業とかっていうのが集まってくるわけですよ。もしかしたらね、介護事業所が野球球団持つかもしれないですよ。冗談じゃなくてね。だからそういう方向に動かしていかないといけないのに、ちょっと言い方難しいんですけども、現場で働いてる場合じゃないんですよね。いつまでも。いつまでも現場で働いてるから、現場の仕事が旧世代の現場主義になっちゃうんですよ。一刻も早く現場を離れて、現場で働く利用者さんとかね、それから従業員さんがどうやったらもっと快適にたくさんの報酬を得ながらね、やっていけるかってことを、その仕組み作りの方、裏方に回っていくことが仕事ですからね。はい。では最終的にね、3つにまとめたのは何かっていうと、介護の業界は実は子育てと仕事の両立がしやすいんですよ。だって働く人のほとんどが同じ悩み抱えてるでしょ、ね、だから順番で育休取りましょうなんてのは通りやすいんですよ、ね、で介護ってのは生活に密着した仕事です。特別な機材が必要だったりとかないんですよね。遠方でなくちゃいけないとかね。だから介護で培った技術とか考え方は生活にものすごく生きるし、生活の中で培った知識や経験も介護にむちゃくちゃ生きると思うんですよ。で、そういう意味で言うと、生活とかけ離れたことをやってるわけじゃないですからね。はい、次です。全国どこに行ってもいつでも働けますよ。だから介護には転勤ってほとんどないんですけども、でもね、広島にいる私がじゃあ秋田に引っ越しました、秋田の介護事業所で働けるんじゃないですか。だってやることってそんなに変わらないですからね。技術はそのまま使えるし、うん、それから介護で働いてましたって言ったら受け入れる方もやりやすいでしょ、うん、はい。で、介護職っていうのは結婚後も長く働ける仕事です。うん。まあこれについてはね、また別の機会を設けてお話ししようかと思いますけどね。で、こういったポジティブな面をきちんと認識して、まあそれによってね、例えば介護職が不利っていう誤解も解けていくと思いますし、実際に給料を上げるための工夫もできると思うんですよ。まあ今日はそんなところですかね。はい。まあ
介護職員だから男性でモテないとか結婚しにくいってことはなくて、いや介護職ってこういう風になっていくんだよ、今そういうことを僕はしてるんだよっていう風に話せば、だんだん介護の誤解も解けてくるんじゃないかなと思うんですけどね。いかがですかね。はい、じゃあ今回は以上でございます。